見てるだけなのに寒気がするぜ。近づいたらぶった切られそうだ。この感じ、僕が暴走した時のものと同じ。いや、それ以上か。僕が乗っ取られた時にもかすかに感じた感覚。そうか、これが毒のない毒。殺せ。やめろ。殺意に従え。目の前の命を摘み取れ。欲望のままに殺せ。腹を裂き、内臓を引きずり出せ。頸椎を砕き、頭部をねじ切れ。やめろ、やめて。抵抗するな。俺たちに委ねろ。さあ殺せ。殺す。全部。そうだ、殺せ。だ、大丈夫ですか？どうしたんだよ、急に固まるなんてよ。今日は少し疲れました。一度休みます。あ、待てよ、視点陣持ってかないのか？すみません団長さん、少しの間預かっていてもらえますか？ああ、団長さん、視点陣についてですよね。受け取りに行かず申し訳ないです。お見通しなんですね。試しに振ってみようとした時、また乗っ取られそうになったんです。抵抗しようとしました。それでも視点陣の冷たい殺意が僕の全身を駆け巡って、本当に情けない。僕はダメだな。パス。え、まさか。子供のおもちゃじゃないんですよ。もう一度聞きます。正気ですか？僕にこれを使えと？団長さんに向かって。話聞いてましたか？僕は乗っ取られそうになったんですよ。それなのに試してみろだなんて無理ですよ。ずるいな。あなたにそんなこと言われたら答えたくなっちゃいますよ。意地悪な人だ。
さあ、首を切ろう。俺たちに身を委ねろ。黙れ。そうだ、目をつぶらないで脳を潰せ。あの感覚は、てめえを知っているだろう。黙れ。おっとと、なら心臓を得るか。胸を切り開いていく血を浴びよう。あのシャシャシャはやみつきだと思うな。思い出せ、天下君。殺意の熱烈よ。殺し、殺し、死んだせいや、喜びよ。抵抗するなら、ここにいろよ。あんなに似たようなやつ、ここさせたような問題だろう。抵抗。死を覚悟したんだ。違う。信じてるよ。団長さんはそう言ってくれた。団長さんは僕を信じてるんだ。絶対に殺意に打ち勝つって。僕はまだ自分が信じられない。視点陣を使いこなせる自信がないけど、こんなにも信じてくれる人の期待を、信頼を裏切りたくない。僕も団長さんを信じます。僕を信頼してくれるあなたを。何が目ですか。団長さんは本当に僕を信頼していたんですね。殺されてしまうかもしれないのに、僕が視点陣をコントロールするってずっと信じていた。本当に強いな。ずっと悩んでいたんです。誰かを信頼すると弱くなるんじゃないかと。現に昔の僕ならここまでくよくよ悩まなかった。ただひたすら前へ進んだ。でもやっぱりそれは間違いだった。あなたのように誰かを信頼し時に頼れることが人心を強くする。そうか、それがあなたの強さなんですね。信頼、それこそがあなたの不思議な強さの源。団長さん、僕も最強に近づけたでしょうか。団長さんと一緒に視点陣を調べてよかった。なんだか吹っ切れました。今なら星屑の町も姉も大切なもの全部守れる気がします。そして何より全力で信頼してくれるあなたがいれば、僕はもう道を絶対に間違いない。ありがとうございます。ずっと僕を信頼してくれて、これからも頼りにしてますよ、団長さん。